F-15A, RF-61C リポーター、サンダーストーム作戦中の F-15AF-15 リポーターは、ノースロップ P-61、ブラックウィドウや艦戦闘機の写真偵察機型である。本機は、アメリカ空軍向けに設計、製造された最後のピストンエンジン付けの写真偵察機である。限定的な生産数と比較的短い。 収益期間にもかかわらず、朝鮮戦争において活躍し、F-15 が撮影した朝鮮半島の空中写真は北朝鮮が韓国へ侵攻した1950年に、その重要さを証明した。F-15 リポーターは、P-61 ブラックウィドウの最後の戦闘機モデルの実験機である、XP-61E から武装を取り外して製造された。 6ヶ月も飛行しないうちに、最初の XP-61E は、ノースロップ社の改造工場に戻され、そこで無武装の写真偵察機に改装された。すべての重機が外され、各種の偵察カメラの組み合わせが搭載できるように、新しい機種が取り付けられた。XF-15 と命名された。この機体は、ノースロップ社のテストパイロット LA。 スリムパレットの操縦で1945年7月3日に初飛行を行った。P-61C-1 ーも XF-15A として XF-15 仕様に改装された。この機体はターボチャージャー付けのプラットホイトニー r 2 8 0 0 c エンジン以外は XF-15 と同一であり、 1945年10月17日に初飛行を行った。理由は不明だが、ノースロップ社は F-15A の機種部分の製造をカリフォルニア州カルバーシティにあるヒューズ工具社へ下請けに出した。F-15A は既存の P-61C の主翼、エンジン、後部胴体を使用していたが、一体成型の 累積型キャノピーの下に2名の搭乗員を乗せる、全く新しい細身の中央胴体を持っていた。ハワード・ヒューズ設計のヒューズ XF-11 が開発途上で問題三隻であることを受け、アメリカ陸軍航空軍司令部は320機の F-15、リポーターを緊急に調達することに決めた。XF-15 の初飛行前であったにも、 かかわらず1945年6月に175機の初期調達が契約された。テストをしてみると、より低出力エンジンを装着しほとんどが既存の部品を使用する F-15 リポーターが、しかし問題多発の XF-11 に近い性能と飛行特性を持つことがわかった。このことが XF-11 のさらなる開発に終止符を打った。 量産型 F-15A の初号機は1946年9月に納入されたが、1947年に突然、契約はキャンセルされた。これはおそらくジェット機が出現したためであり、航空機の性能の急速な向上が見込まれたことによるものと思われる。ジェットの高速性能によりレシプロ機は沈黙化を起こし、大きく価値を下げた。 わずか36機の最後の機体は、同年4月にアメリカ空軍に納入された。最後の F-15 は F-15A-5、ーとして製造された。この機体は、ブロック -1 モデルと異なり、機種に装備された内蔵カメラが新型だった。この変更は、最後の20機の F-15 にも、同様に施されたと考えられ、いくつかの記録ではこれらは、 最終的に前期が F-15A-5NO と名付けられたと示されている。F-15 は一体成型の累積型キャノピーの下に2名の搭乗員がタンデムに座る中央胴体を持っていた。これは既存の胴体から刷新されていた。XF-15 初号機が改装された元の XP-61E 初号機は横開き式のキャノピーを持っていたが、 次の XF-15 と量産型 F-15 は前期スライド式キャノピーになった。延長された機種には、XP-61E の4丁の機銃に、代わり6機のカメラが収納されていた。量産型 F-15A は P-61C と同じターボチャージャー付系の R-2800 から73エンジンを装備していた。 この機の離陸重量は32,145ポンドで、最高速度は440マイルパワー、高度33,000フィートであった。最終的に発注された175機の F-15A のうち36機が製造され、これら全機はもともと P-61C の製造分として契約された機体であった。パイロットが前席に座り、後席に座った。 偵察要員はカメラの操作と後方を担当したが F-15A の後席には基本的な操縦装置が備えてあり必要がある場合には偵察要員が操縦を交代することができた。搭乗員は双方ともに操縦資格を持ち偵察任務の訓練を受けていたため通常は飛行ごとに搭乗位置を入れ替わっていた。製造された36機の F-15A のうち9機が アメリカ本土の航空資材軍団に配備された。残りの全機は日本に駐留する第35戦闘機団霊下の第8写真偵察飛行隊に配備された。最初の4機は船便で送られ、1947年3月に木更津にあるに到着した。この航海は順調には運ばず、4機中3機がかなり破損したことからこれらは補修用部品として使用された。 ASPRS は約1年の間は軍事作戦任務にはつかず、米国占領下の日本で戦後地図作成プログラムに参加し、海岸、村落、交通網や日本の文化的要所を広範囲に撮影した。これらの作業は、ボーイング B-29 スーパーフォートレス派生の F-13 と F-15 が共同して行った。 ベンジャミン H. アルバートソン少佐指揮下の ASPRS は1947年夏の大部分を次の任務のための準備に費やし、6月と7月はジャマで新たに到着した F-15 の組み立てを手伝った。ジャービス隊員とヘイスタンド将尉は6月末に空路で帰る最初の2機の F-15 のパイロットに選抜された。飛行隊は7月のほとんどを 新しい機体の飛行テストに費やした。7月にさらに4機が到着したことにより飛行隊は F-15 での73時間の飛行経験を積んだ。部隊の最初の作戦行動はムーア大尉の操縦で7月に行われることになっていた。8月にハードランディングにより最初の F-15 が大破して失われたが、パイロットは無事であった。 9月になって、弁慶アームストロング中佐が部隊指揮官となり、10月にようやく部隊の装備機は16機に達した。同月、3機の F-15 と、その搭乗員が九州にある板月基地に派遣され、文献隊は1947年12月まで、同地に泊まり4機で延べ7時間の写真偵察任務を遂行した。 1948年1月に6機の F-15 で編成された文献隊が第5偵察軍の支援のためにフィリピンのクラーク空軍基地に派遣された。結局は ASPRS から他の F-15 の文献隊がいた月と首都赤地に様々な機関派遣された。フィリピンの第13空軍に派遣された文献隊は 要員を30日ごとに交代しながら9月初めまでその地に止まった。F-15 の運用は最初から整備上の問題を抱えていた。1948年1月には前期が天候と補修部品の不足により10日間の飛行停止になり早期の段階でほぼ全ての熱交換器に亀裂が発見された。予備の熱交換器が不足していたために邪魔に保管されている。 F-15 から部品を外して交換しなければならなかった。1948年2月には ASPRS の平均稼働期数が2期になってしまうほどに補修部品の問題は危機的な状況に陥った。破損した機体と飛行可能期の間での共食いにより最終的にこの数は増えたが1948年12月に一度だけ 最高の15機を記録したのみで部隊が16機の作戦可能機数に達することはなかった。1948年4月にラッセル・イーチーバー少佐が部隊指揮官に就任し、8月には部隊名称が第8戦術偵察飛行隊に変更された。加えて、新生アメリカ空軍の命名システムにより F-15、A は RF-61A と F は 戦闘機と解消された。F-15A は武装を持たない機体であり戦闘機とみなされたことはなかったこととアメリカ空軍と飛行隊記録の双方で F-15A が P-61A として再分類されたことが相まってすぐに混乱が生じた。RF-61C という名称は後に与えられたものであったがこのことに関しては部隊では 飛行式に機体を F-15A という故障に戻し、この機種を使用し続けたほとんどの機関をこの名称で通した。F-15 の運用は1949年3月25日に ASTRS が横田基地に移転し、装備と人員を失った時に終わった。横田基地でこの部隊は第82戦術偵察飛行隊となっていた。4月1日に、 以前の STRS の人員と F-15 で構成された第82戦術、偵察飛行隊は解体され、すべての F-15 は部品回収とその他の処置のために、ジョンソン基地の第35整備飛行隊へ引き渡された。航空資材軍団に配備された9機の F-15A のうちの何機かは、廃棄処分にされる前に短期間、ペンシルベニア空軍周辺により、 ハリスバーグで運用された。その収益期間中に F-15A はほとんどが日本の基地から運用され、朝鮮戦争の初めに使用された北朝鮮の航空地図のほとんどを担当した。これらの写真は非常に有益であり、1950年末にアメリカ海兵隊の写真偵察機 F7 回から 3P タイガーキャットが到着するまで、 それ以上の朝鮮半島の写真は撮影されなかった。それ以降は常に北朝鮮のミグ戦闘機の脅威にさらされていた。残存する F-15A の何機かは民間の政府系機関に提供されるか余剰物資とされ民間市場での販売に回された。一機の F-15A が初期の後退翼のテストに使用された。実験は中により、 カリフォルニア州のモフェット飛行場で行われた高高度からの落下中に回復可能な空力研究が目的だったこの計画には後にテスト期間中にスミソニアン研究所から借り出された F-61C も参加したこれらの投下テストはカリフォルニア州のモハーベ砂漠にあるエドワーズ空軍基地で実施された驚くことに 全ての P-61 シリーズの中で最後まで飛行可能だった機体は最初の量産モデルのリポーターとして製造された希少な F-15A リポーターであった。この機体は1946年5月15日に完成し陸軍航空軍と後の空軍で1948年2月6日まで使用されカリフォルニア州のモフェット飛行場にある エイムズ研究センターに再配備された。そこで実験体の空中投下用スケールモデルを投下する母機に改装された。この機体は1953年に同じテストが巨大な風洞で行われるようになるまでこの任務に使用された。1955年4月にこの F-15 は補修部品の F-61C とともに余剰物資として ガーデナのスチュワードイコールデイビス社に売却され、民間登録記号 N5093V が与えられた。P-61C を再販売することができなかったため、同社は1957年にこの機体を廃棄処分にした。スチュワードイコールデイビス社は、飛行調査に適するようにこのリポーターにキャノピーをロッキード T-33 から、 プロペラをより古い P-61 から取り外して、来たものと交換するなどのいくつかの改造を施した。この機は1956年9月にメキシコシティのカンパーニャメキシカンアエロフォート社に売却され、メキシコの登録記号、XB 富士が与えられた。このリポーターは飛行調査活動という、もともとこの機体が目的としていた任務に合致する、目的に使用された。 カリフォルニア州のエアロエンタープライズ・オブ・ウィレッツ社に買い上げられ、1964年1月に米国に戻ってくると、民間登録記号 N9768Z が与えられた。胴体内の燃料タンクとターボスーパーチャージャー、用インタークーラーが外され、火災消火用1 6 0 0ガルの薬剤タンクが取り付けられた。1964年終わりに、 フレズノのキャルナットにより購入され、続く3年半を火災消火用航空機として使用された。1968年3月に、トゥーレアリの空中火災消火会社の TBM 社が、この F-15 を購入し、性能改善のために、様々な形式のプロペラを試す等の改造を施した。最後には、後期のロッキードコンステレーションから外した。 カーティスエレクトリック製34型プロペラに決まった。1968年9月6日、F-15 の操縦資格を持つ3名の民間パイロットの一人、ラルフ・ポンテは、ホリスター近郊の火災現場で通常の消火剤投火飛行を行っていた。現場回帰時間の短縮を図るためにポンテは、現場近くの小さな飛行場で補給をすることに決めた。滑走路は、 フレーズノよりも短く、木の搭載量を減らしたにもかかわらず、近くの火災現場から吹きつける熱気が、あたりの空気密度を下げ機体を過重状態にしていた。最大出力でもリポーターは3500フィート地点を、滑走しなお、機種上げができず、ポンテはすぐさま離陸を中断することに決めた。機体を直進させるためのあらゆる努力がなされたが、リポーターは滑走路を外れ野菜畑を通過した後、 と手に激突して、膠着装置は引きちぎられた。その後、機体は横滑りし止まり、火災を起こした。ポンテが無傷で破れたキャノピーから緊急脱出する一方、消火器の TBM アベンジャーが発火した2機のエンジンの上に消火剤を投下して、おそらくこれがポンテの命を救った。F-15 は原型を止めていたが修復するには、 損傷が大きすぎると考えられ、すぐに廃棄処分にされた。ノースロップ社の最も成功した機種中の一機の最後であった。F-15AJN S Fighting Aircraft of World War II& ノースロップ P-61 Black Widow。ありがとうございます。